シャス、田中です。今回はスワットを使ってチームデスマッチやっていこうと思います。さて、スワットちゃん、これも珍しい武器ですよね。なかなかね。おっと、サーション耐えてるぞ、味方。珍しすぎ。今回ちょっとね、スワットにモードセレクトってものをつけてみたんですよ。おお、味方、あ、どんまい。またちょっと奥にいそうですね、こりゃ。当たるかな？当たらないな。おお、上から降ってきた。降りたぞ。もう一回。もうなんだ、びっくりするな、もう。おっと、危ない。よし。いやでもこれ特別、おお、まだいるぞ。あー、ダメだこれ。あ、ダメだダメだ挟まれた。いやー、ちょっとね、 FMJ つけたんですよ。なんで FMJ つけたかっていうと、いつも FMJ つけてるからっていう理由なんですけれども、でもね、今回このモードセレクトをね、使ってフルオートでもセミオートでもできるっていう感じでね、使い分けていきたいんですけど、使い分けるところってなんかあるんですかね。遠距離と近距離かな。下降りてくる、また落ちてくるんじゃないの、上から。また落ちてくる、落ちてると。え、じゃあそっちかい。まあ近くそうだからフルオート。まあフルオートはね、やっぱりスワットでね、やっぱり初弾とか外してて2発目とかのキルを狙ってたら負けちゃうこと多いんでね。おお、いる。あー、ダメかー。まあ SMR の一撃は重いですね。しかしそれなら負けもなってます。危ない危ない。でもツートリガーで倒せるんで、別にそこまで。うおー、強っ強いねー、やるねー。ん？いたのかい？いなかったのかい？いるのかい？向こうか。ちょっと近くなりそうだな。そこ頑張ってもらいたいな、ちょっと味方に。そこを頑張ってもらう形でね。この中に入るから。お、死んでるし。おお、なんという砂。あ、砂か。ちょっと今回は切り替えて。お、いいな、やられるわね。あー、ダメか。いや、こういうとこフロートでしょ。こういうとこフロート使っていかないと。よし、使っていこう。どうよ、砂が。あそこ、おっと、すごい鬼連射が。これは右のところかな、ところかなって。スルー。おっとっとっと、やるね。相手 SMR が2人いるんですかね。なんか珍しい。よっと。ん、当てれたの？当ててなかったの？おお、ここでスナイパーが割り込んでくる。遠距離だから切り替えて。あー、これどうしよう。僕こっちの方がいいかな。なんか人多そう。よし、貫通キルゲット。あー、まずい。これはちょっと。おっしゃ、ゲットで、フロートに切り替えて。うん、ここをね。おっ、ラッキー。なんか階段が来そうだぞ、これ。あっ、待てよ少年。あー、やめてやめてくれ。あー、もう弾がすぐ切れちゃう。フルオートはやっぱりレートが高いんで、すぐ弾切れちゃいますね。よー、おーっとっと、これうまいこと言っちゃったな。普通ね、フラジャケつけててあんな一発で死ぬことなんて思ってないはずなんですけど。ちょっと変えよう。
どうやって、あ、味方が行ってるの、おし、おっと、まだ一人、え、あれいなかった、うーっと、ちょっと、ちょっと、フロート。もう一人いなかった。よし。といったわけで、こう、ぎこちなく変えていったんですけど、スワットはこんな感じです。はい。まあでも、ちょっと遠くになると、なんかね、いまいち自信なくなっちゃうところをね、モードセレクトで3点バースに切り替えるって感じで使ってきました。まあでも、使いにくくはないですね。はい、そんな感じの武器でした。というわけで次回もかかってこーい。